解説マン村井さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日何でしょうか。はい、大学3年生の教員採用試験受験が可能にです。石川、富山、福井の北陸3県と関東地方のご覧の自治体政令市では今年から大学3年生も小学校の教員採用試験を受験することができるようになりました。今日はこの目的について解説します。はい、お願いいたします。ではこれ具体的にはどんな内容なんでしょうか。はい、石川県の教員採用試験には筆記、実技、模擬授業を含んだ面接の3区分があります。これまでは大学4年生でこの3区分を受験し合格したら翌年4月に正規の教師になれるという仕組みでした。それが今年夏の試験から筆記と実技の試験を大学3年生も受験できるようにし、合格したら4年生では面接の受験のみで良い仕組みに変更したのです。なるほど。これ背景にはどんなものがあるんでしょうか。はい、ズバリ教師不足です。こちらをご覧ください。はい、去年1月に公表された教師不足に関して文部科学省が行った全国調査の結果です。小学校では794校979人の不足、中学校では556校722人の教師が不足しています。これなぜ教師不足になったんでしょうか。はい、具体的には3つ理由があります。1つ目は産休・育休を取る教師の増加、2つ目は病休を取る教師の増加、3つ目は特別支援学級の増加です。中でもこちらをご覧ください。2021年度にうつ病など精神疾患を理由に休職した公立小中高特別支援学校の教職員は5897人で過去最多でした。団塊世代の大量退職でもともと教師数が不足していたところへ教師の働き方に関するさまざまな問題が起きているというのが現状です。なるほど。まあ、こうしたことからの教師不足の解消方法の一つとして今回の制度導入されたということなんですが、では実際に学生はどのように受け止めているのでしょうか。教師を目指す大学3年生に取材しました。金沢市の北陸学院大学、ともに村井さんの教え子で今年の教員採用試験を受験する予定の山口園香さんと中黒結衣さんです。受験しようと考えている。純粋に2回受けれるっていうことがまずメリットだと思ってて、3年生で落ちてしまっても4年生でも受けれるっていうちょっと余裕があるので、受かったらあとは模擬授業と面接があるのですけど、その1年間はそれに力を入れて模擬授業をたくさん練習することで先生になった時に子どもにすぐにうまく授業を展開できるなって思うので、まあ、こうしてみると確かに大学生のうちに2回受験できるというのはこれ大きいですね。はい、そうですね。それと早いうちからどんな教師になりたいか、これを考えることにもつながると思います。こちらについても聞いてみました。メリハリがある先生になりたくて、優しい時は優しいけどやっぱ怒らんなんところとか厳しくするとこは厳しい先生になりたいです。自分が小学生の時に周りと比べずにその自分っていうだけで特別やよっていうことを言ってくれた先生がいて、そういうことを言えるような先生になりたいと思ったので、これ具体的な教師像についてもちゃんと考えていますよね。はい、そうですね。こうした制度改革によって質の高い教師の確保につながってほしいですよね。それと私を含め教育関係者は教師の魅力を大学生だけでなく高校生以下の世代にもこう伝えていかないといけない、そんなふうに思いますよね。今日の解説マン村井さんでした。